おっす、まさちゃん。今回はですね、まあ、先日配信しました、沖縄のハイサイ探偵団とのコラボ企画。実はあのコラボ企画の裏でですね、もう一つの実は釣り企画が進行されておりまして、ドラマが生まれました。それをね、今回は皆さんと一緒に見ていきたいなと思うので、こう期待。いや、やってまいりました。今回はね、大人の遊び時間ということで釣りです。僕の大好きな釣りをしに、ここ見たら分かると思うんですけど、南国沖縄にやってまいりました。イエー。今回は心強い、テンション上がるやろ、現地ガイドの人を呼んでおります。では紹介したいと思います。ジョニー君です。よろしくお願いします。ジョニーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、まあね、はい、まあ、これミュージシャンじゃないよ、ミュージシャンじゃないよ、本当にミュージシャンっぽいけどね。何を釣りますか。まずはですね、この、まあ、いろんな魚を狙っていただきたい、ね、釣りしてる人ね。まずその下ごしらえとして餌の確保をしてもらおうかなと。餌思ってます。おー、餌を使っていろんな魚を釣っていくということで、はい、まず餌は何を。まずですね、沖縄で有名なのはこのシガヤダコっていうちっちゃいタコがいる。最初じゃあタコを狙う。そうですね。タコから次は一旦海から川に戻る。川に行ってタコを持って川に。はい。これはちょっとどんな展開になるのか楽しみやね。じゃあ早速ちょっとこの辺からやっていきますか。記念すべき第一投。オッケー、行くぜ。基本的にはもう疑わしきものは即合わせです。躊躇は必要ありません。結構本当に1投目とかですぐいきなりガッて釣れちゃったりとかするんですけど。なるほど。じゃあ基本的にはその釣りやすさというポイントでは全然釣りやすい。まあその非常に釣り始めたばっかりの人にもおすすめですし、まあそのタックルもある程度選ばない、その比較的ライトなやつでその釣りが成立するので。タコがいればもう結構すぐ結果早いもんね。もうすぐ抱くもんな。ここはなんか怪しいんやけどな。なかなかまだ釣れないっす。そうっす。まあもうちょっと多分潮位が下がってきてから、そのある程度歩いていけるようになってから沖の方に行くっていうのがメインではあるので。まあでもオープニングであれだけ大きい声で餌にするって言っちゃったんで、ちょっとびっくりしてる部分はあるかもしれない。タコに惹かれてた。タコに惹かれてた。やっぱ沖縄のタコは耳がいいね。しゃっかり聞いとるな。耳にタコができるぐらいですからね。お、一歩取られましたな。わらしめフィッシング一発目で大苦戦で、まさかの。バッと場所が変わってしまいましたけども、さっきの、場所がね、最初のポイントがちょっと雨と風が強くて、3箇所か4箇所にどうしたんやな。水も荒れてるということで、そこ荒れしてるということで、ちょっと場所変えようということで。先ほど釣りしてた時にいつも来てるおっちゃんかな、地元のおっちゃんに話しかけてたよね。向こうでタコ釣りしててどうって聞いたら絶滅したって言われた。じゃあもうここもあかんのちゃう。絶滅してたらあのポイントだけかな、絶滅してたの。
そのおっちゃんだけが釣ったことがないのか周りは釣れてるけど、その日がたまたま悪かったのかっていう散歩してるおっちゃんに場所ここに釣りでね、どうですか、タコ釣り行きましたけどどうですかみたいな、早いだから多分あかん、その早いっていうのは多分まだもっと引かなあかんっていう意味なんですね。はい、再び場所替えしてきました。いやー、まさかこんな苦しくなるとは思わなかったですね。まだね、わらしべフィッシングのまだスタート地点にもまだ立ててないというね。ここでタコが釣れなかったら沖縄のタコは絶滅したと、あのおっちゃんの言うことは間違いじゃなかった、間違いじゃないということで結論付けようかなと思っております。ここはちょっと岩場のね、海の中もゴツゴツ岩が点在してるようなすごい高ポイントやねんけど、まさかの今問題になってるの軽石がね、ここはすごい浮いてて投げれるところがあんまり実はないっていう。タコ狙いとは言ってるけど、まずは生態調査ということで、どんな魚がおるのかだけちょっと調べてみたいと思います。さっきから見てても他にやってる釣り人も竿曲がってる気配ないんですよね。そうですね、そうですね。俺はね、釣れずして諦めて次のポイントに移動するのは主義としてね反するからね、タコ諦めたくないんやけどね、次のポイント行くということで早く行きましょう。この当初の予定でちょっと俺は打ち合わせには参加できなかったんだけど、打ち合わせをしてきたそのスタッフから話を聞いたら、とにかくタコは 100% と100タコは 100% やから、まずタコ釣りましょうと、まあ、まずまあそれでまず取れ高をまず確保しましょうみたいな。それでそこからの、これがまだね沖縄特有の釣りなのか面白いパターンというか、海からまさかの海から次山に移動すると、で山の中入って川の上流部から釣りをスタートして、そこからどん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 海にまだ戻っていきましょうみたいな、そういう釣りの展開やって、でタコを今回その最初に確保して、そのシガヤタコ、それをまずは餌にテラピアを釣りましょうって話になって、でそのテラピアを餌にわらしべやりましょう、どん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 魚種を増やしていきましょうっていうパターンでこう釣り下っていく流れなんで、その中に合間合間にアロワナがおるポイントがあったり、マングローブジャックがおるポイントがあったり、タマンがおる、沖縄でも大人気の魚ですが、タマンがおるエリアがあると、そういうポイントを通過していって、そこからいよいよもう河口付近にある GT、 リバー GT、 リバーシャークが狙えるポイント、最終的にそこまで行きましょうっていう打ち合わせで、ちょっと俺もあの大船に乗ったつもりで、まずは違いだこうからじゃあやっていきましょうって、まあスタートしたんやけど、まさかの違いだこう狙いで夕方になるっていう。ポイントも4カ所ぐらい変えてるからね。4カ所。わらしべフィッシング、しょっぱなの餌狙いからこけるというね。で、そこから山行って、どんどん釣り下っていくという、このコースが、まさかのいきなりもう中流から始まるっていう。わらしべられない。全然わらしべられない。まあでもテラピアね、まずはもうまずはテラピアを確保しなきゃいけないということで、次テラピアを狙いに行くっていうことで、その映像を見てもらいたいなと思いますね。はいはい、ということでジョニー君、はい、タコはね一生懸命頑張って雨の中狙ったんですけど、はい、まあ何の反応も得ず、そうです、ね、することができず、まあ結果ね絶滅したみたいな期待に、あのおじさんの言うことは正しかったということで、おっしゃるとおり、目指せわらしべフィッシング、はい、まあタコをいきなりこけるということで、まあ今後次は一気にもう思考を変えて、もろ
見事な川に来ました。はい、もうどう見てもこれ川やね。そうですね。ここでちょっとテラピア、あの南国の魚テラピアを狙ってみたいと思います。このテラピアからの次はワラシベにつなげます。ほんまにジャングルで釣りしてるみたいな、そんな気分になるな。あー、泳いできた。今、ほらほらほら、今茂みの方に隠れていってるよ。あー、もうなんかいつ出てもおかしくないから緊張感が今までと違うな。お、お、なんかおった。なんかおったよ今。今テラピアです。テラピアがおった。あれ、ここにもおるよ、テラピア。ほら、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 ここ、ここ。お、いますね。ここ、ここ、ここ、こいつ。こいつ、こいつ。こいつ。うわ、そこもおる。ほら。うわ、やばいっす。めっちゃいるわ。うわ。すごい。テラピアの逆襲とかないんだ。お、なんかちょっと、ここ、橋のところ、コーポイント、ちょっとなんかジャングルやで、これ生い茂ってるよ。なんか暗いな思ったら、グラサンしてるからな。なんか暗いな思って。うわ、おるわ、でかいわ。お、お、出た。パンク落ちましたね。ああいう感じで、ほら、ここ実は隙間があって、出てる出てる、隠れてるんですよ。そいつらを今、おびき出してる。ほら、あ、ルアーじゃないですか、今ヒットした。ほら、来た。おー、おっしゃ、おっしゃー、あー、バレた。食ったよ、食ったよ、バレたけど。今食ってましたね。食った、間違ってないよ。今に見とけ。口を使わせることができたってことはもう釣れるとこやから。この時はあのジョニー君が走れた白いルアーというか、ちっちゃいバス用のルアーみたいなのを使って、でもね、躊躇なく食ってくんね。ええとこ行ったで、これ出るんちゃうか。お、出た。食ってない。わ、食ってない。食え、食え。お、いった。オッケー。よーし。オッケー。オッケー。よっしゃ。人生初、テラピア釣ったぜ。よっしゃ。うお、これです、テラピア。ちょっとブルーギルみたいなね。これがピラティ、ティラピアですか、浅井さん。今噛んだやろ。ピラティスって言い込んでしょ。これがテラピア。やっと釣れた、やっと釣れたぜ。やっと釣れましたね。よっしゃ、これが、これをちょっと生かしといてね、またこれで何か大物を狙いたいと思います。わらしべ、行くぜ。あのちっちゃい、あのちっちゃいテラピアがこの日の一匹目やからね。まあ見てもらえれば分かるけど、もうまあまあ夕方やから。ちょっともう暗くなってきてるよ。もうちょっと大きいやついきましょう。おー、来たよ、ほら。オッケー、オッケー、おっしゃ、おっしゃ、来てでかいぞ。おー、わらしべサイズ、わらしべサイズ。でけえ、さっきより、さっきよりでかかった。おっしゃ、さっきよりでかいっすね。さっきよりでかいよ。さっきよりもサイズアップしたやつをちょっと今狙ってるから、わらしべのために。お、よし、オッケー。よっしゃ、見た、取れた、最高や今の。俺しかもリーキかかってるで、ほら。あ、一匹取れた。しかもスレ、スレなんで怖いっすね。ほんますね。そう、ヒレにトゲがあるんで。あ、ほん、え、テラピアって、はい、トゲって言っても、まあ、刺さるっていうよりかすげえ鋭いってだけなんですけど、毒とかがあるわけじゃない。はい、オッケー。ちっちゃいけど釣れた。テラピア。
これはでもね、やっぱね、自然相手の遊びやから、やっぱ筋書き通りにいかない、なかなか。もういきなりやっぱこのシガヤダコは釣れないというところからの大ピンチに陥るけど、やっぱこれも釣りあるあるやもんな。しゃあないよ。一人で釣りしに行ってるとかなら、これも釣りやと。まあ悔しいけど釣りやと思うけど、やっぱこう、やっぱカメラも入ってるからね。撮れ高を気にするやろ。だからどうしようかな、どうしようかなってなるやん、それは。だから、とりあえずテラピア釣れた時は安心したよ。これで次の釣りに行けるなと。さあ、はい、いよいよやっとね、やっと、まあもうこんだけあたりは真っ暗で、真っ暗になってしまいましたが、眩しいくらいの光が、日が暮れてきましたかっていうのも、かなり夜やけどなもうライトついてるけどなやっとテレピアを釣って、はい、スタート台に立てたなとやっとやっとこのテレピアを生かして持ってきたんやけど、はいはい、ここは その一番の理由が、この河口にはサメとか、えローニアジ、要はいわゆる GT ですね。おお、ジャイアントトレバリー。そうそうそう、川に沿ってこう遡上してくるポイントになってます。あ、それを今から今からやります。ただ、まあ、ここはもうずっと通ってた人たちでも、まあ、なかなか攻略が難しいというか、まあ、釣れたらラッキーっていうような感じなんですよ。で、まあ、時間もある程度限られてるし、まあ、一発目じゃないですか。うん、だから、まあ、どっちかっていうと、もう武蔵さんの運頼みというか、引き寄せる力、うん、持ってないからね。おお、いいよ。テラピアに放ってます。今ちょうどあの岩が水面隠れてるじゃないですか。こっから見て岩見えないですよね。その岩の岩があって、その上にテラピアがこう、まあ、夜寝てるんですけど、潮位が下がってくるとここに水がなくなると入れなくなっちゃうんで、一段下にこうスッて降りるんですよ。その時は結構捕食のタイミングなので、うこういうのはやっぱ 俺らが普段やるシーバスフィッシングとかもやっぱ似てるよね。潮位が下がってくるとそこにベイトが入れなくなって、落ちていくところをシーバスが狙っているっていう。行くよ、みんな。いっせーので、ほら、あ、どうすか、あれぐらいで。これ暴れだしたら大興奮やで、多分。うわうわうわ、マジで GT や。あ、かサメや。なんか言うてるやろ俺。あの武蔵さんの顔がマジなんですよ、すごい。そうよ、ここからもドキュメントや。ヒットした。やっぱりバッツリいかれてます。ジョニー君的には何ですか。浮きが沈んだんですよね。完全に沈んだ。浮きを沈んだのを見てから30秒ぐらいの出来事でしたっけ。お、生かしてるそのイケサを使ってるやんか。それをこう丸飲みするから、要はそのイケサに刺してる針がしっかり GT の口に刺さるまではしっかり飲ませて合わせようと思って、いきなりバーンと合わせるのもちょっと怖かったから、ちょっと俺のイメージの中でちょっとグッとこれぐらいまで竿を持ち上げてみようと。それでグーって乗れば合わせようと思って、そしたらグーって止められた。わかる、ここまでイメージ上げようと思って、上げようと思って、あれ上がれへんみたいな。こっから、そっから、うわあかん、ビクともせん、これ強
その瞬間に魚があれおかしい、なんか引っ張られてるって気づいたのかもしれんけど、急にウィー走り出して、その瞬間ウィーブチッ、でも抵抗も何もできん。俺の想定で言うたら、まあその次の日にハイサイコラボで GT は釣れた。だけどあんなもんじゃないと思う、サイズで言うなら。行きます。オッケー、いい場所。さっき沈んだあたりもあの辺やで。そうですね、うん。さっきの沈んでった時の興奮をみんなに見てもらいたかったな。この一頭にかける感じでいい。行きましょう。ラスト2分でございます。ここからは延長戦いっぱい。終了時間っていうのが来た時ほど切ないものはないよ。食われた形跡、噛まれ、追われた形跡もない。体に傷はついてないですね、多分。ないさ、うん、そう。何かが来た後っていうのがね、もうずっと釣れんやったらしゃあないねんけど、バラしてるって釣り人的な心情で言うと、釣れへんよりもっと自分の中でやらかしてる感が強いやな。ミスや自分の。釣れへんのはまあ、状況があったり、まあ、魚をかけれんかった自分のミスかもしれんけど、しゃあないって諦めれるけど、かけたのにバラすっていうのは場を荒らしてしまうかもしれんし、ね、他の魚にもプレッシャーをかけてしまう可能性があるから、一緒にやってる人らがいたとしたら、それとらも釣れんようになる可能性があるから、だからすごい罪やねんな、俺の中で。ジョニー君、今日は一日ありがとうございました。いえいえ、お疲れ様でした。いや、なんかもうちょっとお役に立てなくて。いやいやいや、とんでもないです。逆にね、沖縄のポテンシャルというか、噂は聞いてたけど、噂以上のこの凄さをこう今日は体感できたんで大満足です。釣れるかどうかっていう不安はあったけど、まさかの。そうですね、実はかかるというね、浮きがビョンってなくなったの見えたから。僕もそばにいたんで。リバー GT、 リバーシャーク、これはちょっとかけるところまで行ったからね。かけるところまで。そうですね。余計にちょっとリベンジに来なあかんなって気持ちになってるので、はい、次はまたもっと準備万端で来るんで。そうですね。その時はまた一緒にやれたらと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はおっす。まあでも面白い釣りやったよ。まあ釣果っていう部分で言うたら、まあそこまで恵まれてはないけど、なんかついに繋がるためのいろいろヒントをもらえたから、いろんななんか勉強させてもらうと面白かった。じゃあこれはまた、また行くしかないですね。もう俺の気分は行ってるよ。行ってる。沖縄に。みんな投げろ！みんな投げろ！おい！おい！ゴールだ、ゴール！おい！オッケーオッケー！よっしゃ MMA! MMA 対 GT じゃ！さあ、あとは入るぞ！オッケー！ありがとう、みんな！やったぞ！よっしゃ！かっこよ！ボケ映るように。かっこいい！これやばいでしょ？これはやばいですね。ああ。